こんにちは、ひかりです。YouTube 始めて8年ぐらい経つんですけど、まあまあ、ね、ずっと動画出してて、おもちゃも買い続けてて、今回ちょっとね、新しい動きをしようと思ってまして、えー、皆さんにおもちゃ福袋を送ります企画ということでね、えー、今回はちょっとね、送るって言っても、ちょっと条件をね、設けさせてもらうんですよ。あの、トラブル回避のために最初はね、 えー、YouTube やっててチャンネル登録者数500人以上いて今も動画出し続けてるよっていう、まあ、方に、えー、ちょっとねおもちゃ福袋を送ります僕の。まあおもちゃ福袋かっこジャンク福袋ってことでちょっとあの理解してほしいんだけど、まあ、第1弾として以前ねおもちゃ福袋逆に僕がもらった長崎の佐世保の, you の YouTuber の YouTuber、まあ、軍団の。 サセボオタク惑星さんにそのお礼も兼ねてまあプロトタイプの福袋を送ってるんですよ多分開封動画出してくれるって言ってるんであのー、それがねそれを見てもらえばなんかどんな感じかなっていうのは分かると思うんですけどなんか内容は全然変わるしもっと良くなるかもしんないしもっと悪い場合もあるんでもうねジャンクってことをねまあ頭に置いてもらっての企画ですはいまあね500人以上登録者がいて 今も動画出し続けて、まあ,あとは変なちょっとね問題があるチャンネルとかじゃなければ、全然僕があもちろん送料も僕が出してますし、おもちゃも、ね、の、ね、福袋バーンと送るんで、抽選とかじゃないです。あのできる限り全員に送ります。はいできる限りごめんなさい。できる限りまり、もしかしたらねなんかのトラブルで送りきれない場合もあるかもしれないけど、できるだけ全員に送るんで。はい 500人以上いないよとか、YouTube やってないよって人はね、今度ツイッターでちょっとね、おもちゃ配りやるんで <laughs>、そっちの方にね、ツイッターはちょっとトラブルがある可能性があるんで、福袋って形じゃなくて、もうこれを送りますって決めて、あの写真撮って、あのやるんで、そっちに参加していただければね、はい、いいと思うんですけど、今回 YouTube の方では登録者500人以上いて、そうだね、今も活動してて、動画投稿してて、みたいな感じの方に、 まあ動画のネタとして使ってもらえればいいかなと思って今回やろうと思ったのはちょっとね物増えすぎて物増えすぎてもったいないんですよ僕が管理しきれてない部分がもったいないから倉庫に眠らせてるのって物がもったいないと思うんですよだからちょっと一旦それを整理する意味も込めてもうね袋袋っていうかまあ箱するぐらいとかの箱にバーッて詰めてバーン送るから最近あのね最近その送り方を覚えたんでもうそれバーン詰めてバーッ送るんで <laughs> もう雑な内容になってるかもしれないし思わぬ宝がある可能性もあるただおもちゃだけじゃない可能性があるあのーまあこの前ね佐世保のねオタク惑星さんに送ったやつの中にもまあうちわとかも入れてるしまあグッズとかね下手したら雑誌とか入る可能性もあるんだけど DVD とかしかもレンタル落ちとか下手したら傷あるディスクとかもあるしまあ LD とか VHS の可能性もあるんですけど服とかは まあわかんないけどね。まあ僕の古りは送んないけどね。でも、まあ、うん。動画のネタになってもらえればいいのと、まあ僕のちょっと持て余してるもので、誰かが笑顔になったら、ちょっといいなと思ったっていうのと、物減るよねっていう意味で、まあ動画としてもね、面白いかなと思って、ちょっとやります。はい。応募方法なんですけど、あの、簡単でして、Twitter に DM いただければ、はい。多分フォローしてなくてもね、あのー、起きれるように設定にしてあるんで、 DM いただければ僕が返信してまあチャンネル名とか教えてもらってもうそこの送り先教えてもらえれば即日送りますんで即日かどうか分かんないかまあ郵便局から送るんでもう送り方覚えたんでさせぼ佐世ばく惑星さんに送った時にもう覚えたんでの箱まあ結構大きい箱とかになるんでまあ結構大きめの箱で送るんであのフリマちゃんの川野らさんに送ねあげてる福袋はあの袋なんだけど箱で送るんで。 まあだから内容的にはね、川野良さんにあげてるやつとかともね、まあ似たり、もっと悪いかもしれないし、もっといいかもしれない。ので、もうね、楽しくなればいいなと思ってるだけなんで、まあ、てかね、前川野良さんも同じような企画やってたんだけど、僕の場合は、まあ、YouTuber の方に、まずはね、トラブル回避のためにね、YouTuber で500人以上いるっていうね、信頼度がある人に、ちょっと、まずはやってみてからのってことなんです。からの Twitter からの。 企画でみたいなやっていくんではい、ぜひビシバシあの僕と今まで絡みがある人でもいいですし全くなかった人でもいいんでこれをきっかけにしてくれた方でもいいんで、はい、別に登録とかしてなくても何でもいいんであの動画のネタに使ってくださいこれねちょっとねこの企画ってだな何人だろうな一応ね川野田さんのパクリプラスインターネットラジオグッドイヤーの中村さんが話してたことの ででやってるんですけど <laughs> だから、まあまあ、まあお世話になって YouTuber の方のちょっとねアイディアを拝借して僕なりにねちょっとできることはないかなと思ってはいまあ直接会ったりするわけではないのでまあ今の時代にも合ってる結果なんじゃないかなちょっとねまあでも送料とかは1箱ね100サイズでねまあ2000円もかかんないんじゃないの確か日本全国でもまあ頑張れば海外も送るんではいいけるならね まあ送料のね、あの問題とかあるかもしれないけど、まあ、僕が負担するわけだから皆さんは大丈夫です。はい、こっちのね、あの資金にもまあ多少、まあ、多少潤沢なんで、多少潤沢って言い方もあれなんだけど、はい、頑張ってやるんで大丈夫です。ちょっとね、まあ、今ちょっと部屋が見づらいと思うんだけど、夜なんですよね、夜10時ぐらいに撮ってるんだけど、部屋の照明が、ね、切れたまんまねあの、旅に出てたんで、まだ切れてて、この電気スタンドとかしかない状態でやってるし、 部屋も散らかってるんでねちょっと片付けるまあ、片付ける気はないんだけど散らかってるのは好きだから僕ゴミがあるのは嫌いだけど物がいっぱいあるのは好きだから別にそれは買えないんだけどただまあまあまあ送っねあのまあいいかなっていうのをねここで今なんか言葉に詰まった理由はいいかなと思って言った理由はいらないものを送るってわけではないでほどでもないけどでも多少それもあるかなうんそれもあるそれは申し訳ないまあ そういうのもね、踏まえて。はい。で、また新しいの変えるよねっていう話で。まあ、企画として面白くなればいいと思うんで。なんとなく伝わったかな。とにかく、Twitter に DM いただければ何でもいいんで。はい何でもよくないか。登録者は、えー、500人以上いて、まあ、400人ぐらいでもちゃんとちゃん、あの、なんか、チャンネルとしてちゃんとしてるなと思えば、まあ、要相談ではありますけど。まあ、でもね、そう。なんで500人以上とかにしてるかっていうと、YouTube やってる方誰でもってやると、 なんかゲーム画面をちょっと映しただけのなんか中学生とかになってくるとなんかトラブルあるんですよなんかすげえ送るのせかしてきたりとかされるとなんかねってなっちゃうんでそこは申し訳ないからなだからまあちゃんとしたできれば大人がいいかなできれば中学生はごめん高校生もごめん大学生ぐらい二十歳以上かなって感じはあるけどね要相談なんですけど あの絡みなかった人でも全然いいし別に僕のチャンネルとか今まで見てなかったって人でも全然いいんでまあ YouTube のネタに使ってくださいあの僕の名前とか全然使っていいんでてかむしろ使ってほしいぐらいなんでうん全然使ってね僕が来たものをあの開けますでもちろんもうその届いたものをどうしようかねでも,もちろんメルカリに出したりしても全然 OK ですからもちろんね出せるものがあればねないかもしれないからうん何だって言リサイクルショップに出すっていうネタをやってもらってもいいですし うん、何でもいいんですけどとにかくねまあ皆さんが笑顔になればいいかなと思いますいうあんまり長くなってもあれなんではいということでこの動画アップしたね直後から募集もう募集会してるんで抽選とかじゃないんではい要件満たしてる大丈夫そうだったらもうねバンバン返信しておくあの DM 返信して送るんではいこれはね楽しい企画になるんじゃないかなそれがうまくいけば今度は Twitter の方で ね、おもちゃあげますおもちゃ配り企画めっちゃやるんでおもちゃは潤沢ですからはいおもちゃの在庫は潤沢あカードを送る場合もありますカードとかがぶち込まれてる場合もあります佐世保あっま佐世保拓惑星さんにもカード入れたって言っちゃっていいのかな、まあ、入れたんだけどジャンクカードバーン入れてるけどまあそれはね佐世保拓惑星さんの、えー、YouTube 開封動画とか見てもらえば内容わかると思うんでまあそれ見てからでもいいしまあ、まあ最近だと 河野さんとかあと雄大さんにも送ってるんだけど送ったっていうかあの前渡したからそういうのも見てもらえばあこんな感じねって分かると思うしまあ変なもんは入れないから変なもんっていうかまあ余計大丈夫なもんしか入れないから大丈夫ですまああとはね、まあ、動画のネタにして送るんで YouTube で映せなそうなものは極力あの気をつけてやってるんですけどまあ見せる場合もあります同人誌とかも入れるかもしれないし 同時にしても内容気をつけ,るけど、ね、まあでまあ、まあまあ、そこは皆さんジャンク箱なんでおもちゃ箱っていう、ね、あのネタとしてねあのキャッチーだからおもちゃ箱おもちゃ福袋っていうタイトルにしますけどかっこジャンク箱なんでよろしくお願いします皆さんこの曲盛り上げてねバイバーイあっ t w i t t リンク貼っとくんでそこから DM お願いします